今回はワンポイントレクチャーとして薬の副作用、その原則を理解するについて解説したいと思います。薬の副作用なんですが、一つずつ、その薬の副作用を覚えようとすると、かなり大変な作業になります。ですのでまずはじめに、薬の副作用として、その原則ですね、そちらを理解した方が役に立つかと思います。そこで薬の副作用は3つに分類することができます。1つ目がアレルギー反応、2つ目が毒性、3つ目が過剰発現、この3つに分類できます。このアレルギー反応というのは、いわゆる体が拒絶しているというような状態で、具体的にはアナフィラキシーショックですね、それが出現するということになります。ですのでこのアレルギー反応自体のショック症状は比較的どの薬でも起きやすいと、共通した副作用になるかと思います。で、2つ目の毒性なんですが、これは体にとって害があるというふうに判断されて、反応してしまうということで、具体的には下痢や嘔吐といった副作用が起こるということになります。こちらの毒性の副作用の方も比較的どの薬でも起こりやすいということは理解できるかと思います。そして3番目の過剰発現なんですが、これはどういうことかと言いますと、要するに薬の効きすぎによる副作用になります。でこの過剰発現が比較的リハビリテーションにおいては重要であるということになります。具体的にどういうものかと言いますと、血圧を下げる薬を飲んだ場合、その血圧を下げる作用が効きすぎると、起立性の低血圧ですとかめまいを呈してしまうと。あとは血糖を下げるインスリンですね、そちらの作用が効きすぎた場合はいわゆる低血糖を起こしてしまうということで、こちらが比較的重要であると。ですので、その薬の特性を理解すると、それが効きすぎた場合はどのような副作用が出るかというのは比較的イメージしやすいかと思います。ですのでまずはこの薬の副作用として、この3つに分類して、どのような副作用が出るかをイメージすると。そこから、さらにもう一歩深く勉強するためには、個々の薬の特性ですね、それによる副作用を一つずつ調べていくということになります。今回はワンポイントレクチャーとして薬の副作用について解説しました。はい、今回は以上になります。